こんにちは、豊さん、はい、速報です。大谷翔平選手第16号ホームランが飛び出ました。まさに確信歩きということで、右中間に特大ホームラン5試合ぶりの一発と、はい、まあ、テキサスレンジャーズと戦っているんですけれども、はい、かなりの点差で今リードしているというところなんですけれども、まあ、ヤンキース戦ではなんかちょっとストレスが溜まったな。まあね、そうでしたね。非常に注目されてジャッジと、なあ、はい、ジャッジはすごいな。ジャッジもだよ。ジャッジも、うん、もうすごいけど、はい、まあ、大谷がね、はい、大谷さんがちょっとヤンキース戦ではあんまり結果出なかったけど、もう、はい、まあ、すぐ違うカードでは結果出したな。16号のホームラン、まあ、6月に、ね、非常にいい成績を残しているということもあるんですけれども、はいはいはい、まあ、ゆたかさん、ちょっと、ピッチャー高めの、まあ、でも、最近では、うん、その大谷のホームランって、まあ、再現性というか、はい、だから同じフォームを見てる感じだよね、うん、同じホームランを、はい、だからもう本当にこの高めに来たらここに打つよって、こういう風にしてって、うん、これコースが変わったらこういう風にしてあっちの方向にホームランを打つよって、だからすごくこう決まった再現性ができつつあるなという、だ本人の中でも非常にこういい状態というか、まあ、そうだろうね、保ててるってことなんですね。まあ、そりゃそうだろうね、ホームが崩れてないということだよね。だからまあ本当どれをこれ何号のホームランって、いやこれ1号も4号も10号もこういうところだったよねっていうような、そんな感じのなんかこう本当にホームが似てるというかね、なんかそういう感じがするよ、再現性があるんだよね。だからすごくいいホームランだなという。そうですね、思うですね。まあ、でもこの回は他に2番だったりとか、はい、あと下位打線とかもホームランが飛び出して、2番大谷でしょ。あ、そうだ、はい、2番そうだ、大谷選手ですけど、他の下位打線とかにも、まあ、まあまあホームランが飛び出して、ホームランバッター多いもんな。まあ、そうですね、そもそもがドジャースは今そうだね、いやね、だから5試合ぶりちょっとね、はい、ストップもしてましたけど、まあ、5試合空いてるとな、ずいぶん出てないような感覚になるけどね。そうですよね。まあまあでもやっぱ綺麗なホームランを打つよね。そしてです、まだ海の向こうで頑張っている人がいます。誰、はい、まだそうです。あ、まだというかこれからの選手です。佐々木麟太郎選手、なんと、アメリカのデビュー戦、まあ、大学に入る前なんですけれども、どうやらこうスカウトの何かこう異例 なんか参加できたゲームに参加できたというところで、いきなりデビュー戦でホームランを放ったということで、はいはい、フォームも、まあ、ちょっとインサイド寄りのボールだったと思うけども、はい、もうみんな縦振りだな、すごいわやっぱ、うん、この縦振りの威力っていうのは、はい、やっぱそれをこう身につけると、うん、やっぱボールが角度が上がっていくな。そうですね、うん、まあ、だからホームランになりやすいというかさ、うん、そんな感じがするよね。これスタンフォード大学の入学前に MLB ドラフトリーグというものに異例の参加ということで、2打席目にライトに勝ち越しツーランで、この日は、その他ですね、タイムリーも放ったり、もちろん三振などもあるんですけれども、いやでもやっぱ魅力的だな。昨日のね、大学選手権でコールドになった青山の子がホームランを打ったけど、はい、右打者の子もこうもうね、天井向いて打ってるような縦振りだよ、それでホームランになってコールドゲームになったけど、はい、やっぱ縦振り全盛だな今。そうなんですね、縦振り壊し、縦振り壊しで、佐々木麟太郎選手もそのホームランを打った時のそのフォームが、豊さんちょっとポイントっていう風におっしゃってたのが、うん、その体が若干こうツイストですか。まあそうやな、ツイスト、うん、まああんまり残すのもさ、縦振りで残すのもファールになるけども、はい、やっぱバーンとこう重さをバットに感じて、はい、それを跳ねのけて戻ってくるというさ、その一回戻ってくるんですね。まあツイストみたいな感じだよね、言えばね。その普通ですとこう行ったら体って前に行くじゃないですか、前というか、いやだから前行っちゃいけないんだから、それが一回戻ってくるってことなんですか。だからその重みを感じてるんだよ、ボールの、はい、でバンッとはじいといてグッと戻ってくるんでしょ、グッと行く、こういう感じ。豊さんもそんな感じ、まあ、やった時もあるけど、うん、まあ縦振りの時はそんなにはいらないんだよね、戻るっていうことは、はい、体が開かないから、うん、開かないためにこう戻そうとするんだから、うんうん、だから丸が打ったよね、横浜スタジアムでこうやってあっち向いてほいって、はい、あれがやっぱ完全なツイストだよね。へえ。で、阿部監督も現役時代こう調子の悪い時なんか
バンって戻ってきてたとかしてたけど、うん、だから縦振りの場合は体が開かない、うん、なかなかね。だからそういう止めるっていう動作はあまりしなくていい、回転をするという動作だけで、うん、これ共通してるのがなんか大谷選手もそういった感じ、まあまあそうですね。だから飛ばす人に多いよな。あ、だからバンって打ってこう戻ってくるという、バン、ゴルフもそう、バンって行って行きっぱなしじゃなくてバンって行ってバンと 戻ってくるようだと、はい、やっぱ瞬間的にこうなんていうの、シャフトがしなるというか、バットがしなるというか、あ、そういう感覚なんですね。だからパーンって叩かれるのはパーンって叩かれる方が多分痛いと思う。そういう感じだよね。だからパンチ力を上げるという、あ、そういうことね、うん、まあ、そういうことがね、自然と起こる、まあ、センスなんだよね、やっぱ才能、センスの問題なんですね。もうね、全てセンスにつながってくるんだよ、ね。でも佐々木麟太郎選手はね、そのもちろん日本でやるっていう選択肢もあった中で、はい、あえてここはアメリカの大学に進学して、まあ、メジャーっていうところの、うん、まあ、佐々木麟太郎、まあ、例えばこのぐらい打てば何も言われないかもわかんないけど、状態が悪くなったら縦振りを推奨しない指導者がいたとしたら、うん、絶対直させるだろうね。それ日本でってことですよね、うん、いや、そしたらやっぱ佐々木麟太郎は多分直さないし、うんうん、そうなったらいや、お前使えないみたいなことになりかねないんだよね、はい、だからまあアメリカ行ったと、うんうん、でアメリカっていうのはもうとにかく君の人生だから好きな打ち方していいよっていうような、うん、基本的にはそういう考え方があるんだよね、はい、だからまあそれには合うだろうなという、うん、だから大谷だってあの打ち方してたら多分日本では最初に直されてるよ。でもあれだけ打つと直せないよね。もういやいやいや直してね、直す勇気もないしさ。でもまあアメリカに渡ってまたいい技術をね、うん、ちょっと身につけてみたいな、うん、それでまあホームラン王になったという。そうですね。だからまあ縦振りとか、はい、やっぱりまあいろんな理論があって、うん、あの大谷はおそらく縦振りで、やってるんだろうけども、こういうなんていうのインパクトをね残すような、まあだけどどれが正しいってないんだよ、自分が打てればいいんだよ、うん、だからまあ縦振りが前線になってきてるけど、横振りだってそれをこう否定しないようにしたいね、どの形もですよね。そうそうそう、だから否定から入る人いるからさ、いやいや縦振りの方がいいのか横振りの方がいいのかって、うんうん、打てりゃどっちだっていいよみたいな。結局そうなんですよ。結局そうだろ、うん、いやだから否定なんかできないんだよ、うん、だから指導者もよく覚えておいてほしいのは、これから子供たちが例えば縦振りっていうのをね、まあ、大谷を 見る、ね、いろんな人を見てそういう風になってくるかもわからない、それに指導を受ける、 YouTube で見る、それを試してる、それはあの否定はできないし試させてあげてよって思うよ、うん、俺は。で横振りの人、横振りの人、お前いいねみたいな、うん、昔ながらのみたいないやだからね、プロ野球の選手でもよくあるんだよ、はい、縦振りをこうやってる人間が、まあ、いるでしょ、はい、でああそうか、そういう感覚で打ってるのか。でこの前松郷に打ったの、はい、松本郷、はい、お前首位打者取った時どういう感覚って、縦振りどうやってった、いや僕試したけど縦振りっていうのは僕には合わないと、うん、なんなら僕はまだ上から叩いてるイメージで打ってると。でそれでも成立するんだよ、やっぱそうですね。いやだからその人に合ったもの、自分に合ったものを見つけなきゃいけない。そうですね。そうそうそう、だからこれがいい、これが悪いっていうふうに決めちゃうんじゃなくて、いやだってサッカー、ね、うん、野球、うん、サッカーがプロ化した、うん、ね、その時でもいや野球の方が上だぜみたいな、サッカーの方が上だぜ、いやそう共存していけばいいじゃん、一緒にね盛り上げて、そうそうそう、うん、縦振りがいいのか横振りがいいのかみたいな、うん、比べることない、打ったらそれそれなりにいいよみたいな。そうですね。いやだから否定から入らないようにしてほしいという、うんうん、だからまあ凛太郎なんかもね、向こう行って、はい、いきなりホームランを打つし、そうですよ、ね、学校の先輩である大谷がいるし、向こうにはそうなんですよ、ね、菊池雄星がいるし、すごい高校だよな、花巻東すごいですね、すごいよな、うん、で巨人にも西舘投手もそうですよ。それはあんま関係ないけど。いや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 、すごいです、まあ、だけど、うんうん、やっぱこうな、やっぱ指導によって大きくも小さくもなるな。うん、それは大きいですね、うん。今の高校野球というか、まあ、中学生もそうですけど、もう指導はそのフォームに関してって変わってきてるんですか、中学高校。いやだからそれはね、みんながみんな勉強してるわけじゃないし、うん、まあ、みんながみんなその理解をしてるわけじゃない、いろんなことに対してね、うん、だからそれは否定から入る人もいる、自分が全く知らないものをさ、うん、
否定も肯定もできないじゃない、はい、いやだからもう否定から入る人っていうのはたくさんいると思うけども、うん、まあちょっとやっぱね勉強してほしいし、これ大谷の16号からなんでこんな話になったんだろうと思うけどだけどジャッジも縦振りだからな、はい、メジャーリーがそうですね、すごいよな、あのパワー弾丸ライナーで入れたのと、とんでもなく飛んでったのと、だって大谷選手がもうちょっとすごかったですっていう風にあのジャッジのホームラン言ってるぐらいなん で、 ジャッジも肩強くてさ、そうだね、タッチアップな、あ、まあ、セーフにはなりましたけれども、いやあの時の大谷の足の回転あれだけのさ、うん、でかい体してて、うん、あの回転持ってるっていうのがすごいよ、すごいし、普通遅くなりますけどね、あれぐらいだとね、いや、いやもうすごいな、うん、あのジャッジ対大谷のホームのね、あれは楽しかった、見ててすごいドキドキしましたけど、僕は100マイル投げないとさせないとジャッジが言ってたけどね、そのね、アロンジャッジも今25号、すごいすごいよなすごいですね、いやだからもうヤンキースとそのドジャースの試合が始まる前にどっちが勝ち越すんだろうみたいな予想ももう SNS ですごい盛り上がっていて、まあ、それもね楽しみの一つだったんですけれども、ワールドシリーズで、ね、当たるといいよな、いやちょっとでも そうなったら楽しみですよね、相当すごいよ、まあね、大谷選手 ね、 ね5試合ぶりにホームラン、はい、第16号ホームラン、はい、そのジャッジは25号を走ってるということで、はい、いやなんか、デッドヒート見たいですね最後、まあまあ最後はな、まあ、昨年はジャッジがな、はい、怪我が多かったから ね、 そうですね、まあ、なかなかフルシーズン働けなかったけど、はい、まあ、今年は元気そうだしなそうですね、まあ、楽しみなあの争いだよな、だから今シーズンも、もちろんね、メジャーリーガーの皆さんの活躍っていうのも楽しみですし、はい、忘れてはいけない佐々木麟太郎の選手が ようやくね、アメリカこれから入学して、今夢あるな、本当そうです、だからあこういう俺らの時アメリカで野球やるなんてもう1ミリも思えなかったけどね、向こうの大学に進学してるってことですよね、そうそうそう、だってあれから100年も経ってないじゃないですか、進化早いな、進化がめちゃくちゃ早いですし、これでまた佐々木麟太郎選手が大学からドラフトかかってメジャーリーグに行くと新しい道っていうのを大谷選手同様作ってくれるのかなっていう、いろんなグローバル化が見込めるよね、うん、本当選択肢が広がってきますね、そうだな、夢が頑張れな、そうですね、はいはい、はい。